スイカ忘れちゃったから。いやー、今年も来たぞか。いや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 、もうこれ結構5度目ぐらいのね、収録ですわ。こんにちは、劇団スパイスガーデンです。こちらですね、はい、劇団スパイスガーデン実験公演、はい、刺激的にはボリューム2、こちら2016年3月8日から3月13日までこちら、うん、下北沢ギャラリーという、はい、どこですかそれ。そんな嫌な顔しないで。下北沢ギャラリー聞いたことねえよ。いやいや、そりゃそうなんですよ。あのネットに載ってないんです。だから今回ですね、あのこの動画で道案内を皆さんにしようかな、はい、そういうふうに思っております。素敵ですね、はい。徒歩何分ですか、下北沢ギャラリー。何分、10秒ぐらいじゃないですか。10秒ぐらい、10秒で行けちゃう。近すぎます。かなり近いです。相当近いです、まあ、ここ今ですね、下北沢といっても南口です、うん、北口と西口ございますけども、南口にまず出てきて、はい、出ていただきたい。そしてあちら、まあ出たらすぐ分かるんですが、マクドナルドがあります。そしたらあちら下北沢はこちらをそっからのスタートです。そうですね、こっから徒歩10秒ですか。10秒、10秒か。10秒です。他、じゃあ俺が数えてやる。お、数える。俺が数えたら本当に10秒かと。本当10秒なのかと。リーダーが数えてくれるということです。行けるとこまで行ったろう。それでは行きますよ。はい、よーい、スタート。よいしょ。3秒着きました。着きました。こちらです。こちらが下北沢ギャラリー、というところです。みずほ銀行、そしてあくみさんの隣のこちらの入り口ですね。こちらが下北沢ギャラリー、こちらの3階になっております、はい、ちょっと今分かりづらいですけど、当日はあの看板かなんか立てて分かりやすくしようかなと思ってますので、ぜひお越しください。10秒なんてもんじゃない、3秒です。3月8日から13日までこちらの3階で、劇団員一同お待ちしております。それでは劇団スパイスガーデンでした。よし、うまくいった。5度目うまくいった。